少ないね。高い。ね、パパ、カニみたいな。あんま深いとこ行くと長靴に入っちゃう。お水こんだけは、うん、もうちょっとこっちおいでよ。なんかもうちょっとこっちおいで。じゃあもうちょっとこっちおいで、もうちょっとこっちおいで。じゃあ手切るからね、これね、気をつけな。石にもね、貝がいっぱいついてんのとかね、手を切るから。うん、面白いね。あ、気持ちいいんじゃない。これはいたいた。あ、違う、空っぽです。ほら、あ、本当だね。見せて。はい。お弁当箱。ああ、そんな感じ。ルカも掘ってみ。ルカ、お水入れる。掘ってたらさ、アサリさんが出てくる。アサリさん。え？ウサギさん？アサリ。草なんか手入れちゃった。あれ、あ、だいたい一箇所に女いっぱいいるみたいだよ。ほら、見つけた。これは？ほら、ほら、入れたいじゃん。いない。あ、カニも動いてる。うん。何してんの？何してんの？いや、一回バットでさ、これでも終わったじゃん。これぐらいのサイズが、あ、そうね、縮んじゃうもんね。大きいのに入ってたりするんです。すごい。全然ちっちゃくないよ、これ。しっかりしてるね、天然だからかな。うん、いや、ほんまそれやと思うんで。養殖は多分貝に比べて相当ちっちゃい。美味しそうですが、はい、毒ですね。いただこうか。俺が毒味噌が。うん。パパお願いします。このルカン取ってくれたエッチャンオッケーやつ食べるわ。え、ダメで。ルカは食べない方がいいよ。毒があるかもしれない。え、ルカ食べる？やめて、怖いからやめとこう。解毒、解毒。お、パパが食べました。いただきます。これね、時間置いてから来るから。いただきます。はい、いただきます。うん、今日は簡単だよね。うま、おいしい、よかったね。うん、また取りに行く。うん、うん、明日行く。あれがあるならいいけど、うん、時間かかったでしょ、結構。早く行けばいっぱい取れるんじゃん。え、おいしい？うん、おいしい。うん、よかったね。みんなで取った貝だもんね。また取りに行くね。うん、うまいうまい。うん。
ふーちゃん今日買い取り面白かった。うん。ね。どっか買い取りちょっとしか知らないけど。面白かった？面白かった。砂場で遊んだの面白かった。砂蒸し温泉面白かった。うん。うん、なんか暖かかったな。うん。寒かったか。暖かいから転がっちゃった。うん。寒かったんだね。鼻水垂れてたもん。今日ちょっと気温がね低かったよね。バイバイ。また見てねー。